はい、白です。今回ですね、太陽光パネルのドローン検査を一括運用。NTT ドコモが新サービスというニュースですね。NTT ドコモがドローンを活用したサービスを支援するプラットフォームドコモスカイを発表。第一弾のソリューションとして太陽光パネルの点検向けサービスの提供を開始したということで、ドコモスカイという、ね、こういう名前がです、ね、出てきてますけれども、これですね、まあ、太陽光パネル 検査のためのです、ね、活用、ドローンの活用として、いろいろなそのパネルの検査ですね、そこの部分での提供をするという形ですけども、まあ、これね、第1弾に過ぎないなっていう風な感じがするんですよ。これ第1弾って書いてありますけどもね、あのドコモがなんでこういったサービスに着手してやる,ようにやることができるようになったかっていうのは最後の方に、ね、こう出てくるんですが、まあ、結構ね、 あの怖いかなということもあります。まあ、ちょっと本文読んでいきますね。NTT ドコモは2019年3月、ドローンを活用してビジネスを展開する企業向けにドローン運用をトータルにサポートするサービス、ドコモスカイの提供を開始した。同サービスを活用したソリューションの一環として太陽光パネルの点検サービスの提供も開始していると。ドコモスカイはクラウドコネクト運行支援基盤 ビジネス支援基盤、解析支援基盤の4つの要素で構成し、ドローンとプラットフォームをセルラーネットワークで常時接続することで、複数台の自動飛行、目視外での遠隔操作、機体情報やフライトの管理、撮影画像データなどのセンシングデータのリアルタイム所得が可能、さらに管理・分析を行うまでの一連の運用をウェブ上で 管理可能とすることをコンセプトとしており、今後さまざまな分野のパートナーとともに、同サービスを活用したソリューション事例の開発、提供を順次進めると。まあ、どこも、ね、お金を持ってますからね、こういったものに手を出してですね、どんどんいろんな企業と手を組んで、まあ、管理、分析ですよね、こういったことをドローンを使ってやっていくということですね。提供形態 にはスポット利用型、定期利用型の2つがあり、スポット利用型は1回の利用案件に対してドローン機体、パイロット派遣や分析レポート発行などを提供すると。定期利用型はドローンの購入やパイロットの育成講習なども提供内容に含んでおり、ユーザー自身がドローン操縦から分析などまで行うサービスを継続的にビジネス活用する人向けのプランとなっているということで、 まあここ人材もですね、提供するというところですから相当幅広くやっているんだなというふうな形です。すごいですよね。でさらにこのサービスを、ね、継続的にする人たちに向けてはドローンの操縦ですとか、ね、その維持管理、まあ、ドローンの購入なんかも含めてですけども、えー、サービスを提供していくということですよね。まあ、ドローンの操縦とかそういった管理、運営なんかもですね、ノウハウがもうきちっと出てきていると。 とといいうことになってきてきると思いますねまたドコモスカイを用いたドローン活用のソリューション第1弾として点検にかかる業務コストの効率化を目的としたソーラーパネル点検の提供を始めたとソーラーパネル点検では赤外線カメラを搭載したドローンでパネル表面を撮影見られたデータを分析することでホットスポットと呼ばれる異常箇所を検出しレポートを作成するところまでを自動で行うことが可能だ これまでは専門知識を有する技術者がパネルを1枚ずつ目視で確認して、小箇所を特定することが一般的であり、その点検にかかる人的コストが課題となっていた。当サービスを導入することで短時間で効率よく発電に影響悪影響を及ぼす要因の発見対象ができるとしているということですね。まあ、ちょっと画像がなくてね、申し訳ないんですけども。また一連の点検 業務、運用及びデータ管理は、同サービスのダッシュボード機能を活用することで、ウェブ画面上で一元管理できるため、大幅な稼働削減を実現するとしている。おあ、ダッシュボード機能っていうのがいいんですね。なお、ドコモは2017年から自社の、あ、ここがね、ポイントなんですけども、自社の携帯電話無線基地局点検にドローンを活用しており、と。ここでノウハウがね、 結構溜まってきてきるんでしょうね。そこで培った点検ノウハウとドコモスカイを組み合わせてドローン基地局点検システムを開発し2019年2月より自社基地局利用の全国展開を開始していると先月からですね今これ取っているのは3月ですのでもう1ヶ月以上こういった形でねこう自分のところでやってるわけですよね同システムはドコモスカイに対応した専用の操縦者向けグランドコントロールシ,システーション アプリケーションにより点検業務を支援する。操縦者は簡易な操作により高度や速度を設定し、ドローンの自動飛行、自動撮影、撮影画像のリアルタイム送信が可能だ。また、点検者は同サービスのウェブサイトにログインすると、専用画面から遠隔地の鉄塔の品質保全状況の確認を即時に行えると。はあ、すごいですね。 鉄の変質な保全状況の確認ですから、まあ、そこまでできるということですね。これはまあドコモの基地局に関してなんですけどもねうん。あれも複雑な配線を行っているところが多くて、そういうところの点検まで行うというのはちょっと難しいのかもしれないですけども、まあ、鉄塔の状態なんかは、ね、すぐにわかるということですよね。これらを活用することで飛行の一部と撮影が自動化され、 操縦者の作業負担が解消するとともに,これ,までにこれまで自社基地局点検の課題だった操縦者のスキル平準化の実現が期待されると今後はさらなる機能拡充としてこれまで人が目視で確認していた基地局の劣化状況を AI によって、えー、判定する機能を開発し精度向上及び最適化に取り組む方針だということですね,、まあこれね ちょっと考えただけでもいろんなものに応用できるかなっていうのが想像できるんじゃないかなと思います。例えば、家庭用の留守番電話、留守宅サービスなんていうことで、まあ、どれぐらいの頻度でですね、家を見守り、点検しに行くか、ドローンがですよ。例えば、お家を1週間ほど、ね、旅行で留守にするんだけども、ドローンでちょっと監視してほしいとかですね、定期的に見守りに来てほしいとか、定期的に えー、状態を、ね、撮影して欲していとかですねそういったことも可能じゃないかなと思いますし、まあ、他にもですね農,農業なんかではですね、えー、一つ一つの、まあ、ソーラーシェアリングなんかやってればなおさらですけどもソーラーシェアリングの,その太陽光パネルの点検と同時に農作業をするために、あのー、いろいろな花の状態ですとかね、えー、草木の状態 農作物の,この状態なんかをね、ドローンでちょっと見れる範囲で見ていきたいというところですよね。ちょっと触ったり匂いを嗅いだりっていうのができないから、なかなかね、そこは難しいかもしれませんけども、ドローンで見れる範囲を見るだけでも全然違うでしょうね。うん、他にも、まあ、私はちょっと今思いつかないだけで、例えば、えっ、ー、と、鉄道の,あの線路のね、補修点検とか、 だろうな色々あると思うんですけどもねうん特に人がこう定期的見に見なきゃいけないんだけれどもそれを代わってドローンが見てくれるような場所っていうところにこういったものを派遣するサービスとしてはすごくいいんじゃないかなと思いますあとは橋の、ね、点検とかねそういったものも今すごく欠勤の問題じゃないですか地方とかではですねやっぱり予算が削られてきてその橋の点検 なんていうことにこう人が避けられない。まあ、付け替えたりするものですとかね、こう作り直したりする予算もないから、なかなかね、もし、あの異常が見つかってもですね、すぐに取りかかれないかもしれないんですけども、まあ、通行止めにする判断基準を、ね、これでできるっていうこともあるじゃないですか。ひびが入ってるとかね、あの、どっかが異常をきたしているなんていうのをですね、ドローンによってとりあえず先に見つけておくってことだけでも全然違うかなと。 思ったりもしますそうですよねだからこういったのサービスの充実っていうのはですね、まあ、あのドコモさんがお金を持ってるからできるってこともありますけども、まあ、鉄塔なんかもですねやっぱりドコモさんも自社でねこう点検する際にやっぱ人がいならなくなるっていうのが相当やっぱり有利なんだなっていうところで、まあ、どん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 資金もノウハウもですね投入しているんだと思うんですけどもね。 そこにいろいろなこう応用を聞かせて他の業種にもですねどんどん発展させようというところでまあこれは流行るだろうなっていうところです以前からもですね太陽光パネルのドローンの点検っていうのは各社まああの小さな会社がですねいろいろやってはいたんですけどもまあホットスポットっていいましてねやっぱりその断線しているところですとか熱を持っているところなんかですねこういち早く見つけてそこのパネル っていうことをやってたりっていうサービスはねやってるんですけどもうんまあこれと一体に太陽光パネルをねやっていくっていうのであれば清掃でしょうねまあ微量なものであれば単なり問題はないと思うんですけどもやっぱりどうしてもですね太陽光パネルに今の時期なんかは特にそうだと思うんですけど花粉がこうね積もりたりとかあるいはまあいろいろなあのほこり ですよね、そういったものがこう堆積して太鼓、えー、パネルのです、ね、発電能力っていうのがだいぶ落ちるということは分かってるんですねこれはもう個人でやってる人なんかがもう気づいてる人もいらっしゃって、まあ、例えば野田店に近い状態で置いてる方なんかはこう毎日洗うだけでもです、ね、その発電効率が保てるということもありまして、まあ、ドローンだとねその清掃っていう部分がなかなか難しいと思うんですけど 清掃ロボットを派遣するかどうかとかですね、そういったものの判断基準で、ドローンによる検査っていうのが使えたりもしますよね。まあ、他にもいろいろな応用が方法がこうあると思うんですけども、まあ、とりあえず太陽光パネルに関しては、そういった監視の部分ですよね、えー、それがより効率よくできるようになるということと、ホットスポットを、ね、より早めに解析して、分析して、えー、発見してですね、 早めに交換することによって発電ロスを防ぐということにもなりますよね、うん。こういった機器を導入するぐらいの事業者さんであれば、まあ、それなりにそのメンテナンスにもですね、予算を割くことができるような人たちだと思いますので、まあ、そういうところから順次ですね、えー、流行ってくるんじゃないかなと思います。採用されてですね。はいまあ、でもこのサービスはですね、いろんなところに応用が利くっていうのが、やっぱり 大きいいい点じゃないかなかと思います。単にその太陽光パネルの検査に及ばない、だけに及ばないというところですね。もう先ほど私もちょっと例言いましたけど、いろんなサービスですね。えー、思いついた人がどん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 導入できるサービスだと思いますので、この辺はね、まあ、そういったところが効率化してくるとちょっと面白いなというところもありますね。 はい。えっ、ー、とですね。まあ今回 NTT ドコモさんがですね、ドローンによる、えー、パイコパネルの検査の、えー、システムをですね、えー、導入すると。一回だけでもいいし、継続的にやる方はですね、いろんなノウハウを、あのー、提供する用意もありますよっていうところで、これは結構すごいなと思います。さすがね、大企業ですよね。こういったものを短時間でバーっとこうやってくるっていうのは、 あの資金力がないとなかなかね、資金力とか人ですよね、そういったものがないとなかなかできないことだと思いますので、まあ、今後もですね、これはやっぱり広がっていく可能性はすごく高いなと私も思います。はい、最後までね、聞いていただいてどうもありがとうございます。